はい、皆さんこんにちは。今日のやつ、大体バックが C1。こんにちは。ね、ちょっと質問、前質問コーナーをやったと思うんですけど、今日はね、その質問に答えていきたいと思いましょう。はい、ではもう早速いきましょう。卓球との出会いは、卓球との出会いは、中1の時に好きな女の子が卓球部に入ったんで、僕も卓球部に入りました。勝利うるせえなお前なんでカラブリボンバーズって名前なんですか。あー、これは、これはいい質問ですね。これは、僕はなんか、なんちゃらボンバーズってクソダセー名前つけたくて、そしたら、カラブリはどうですかって、三原がクソダサい名前言ったんで、それが合体してカラブリボンバーズになりました。イエイ。今コラボしたい卓球 YouTube は、誰でも OK! おぬぬめなズボンの色は何色ですか。透明。補助台使ってますよね。使用方法と貼り方動画みたいです。あと、おすすめの補助台も知りたいです。タイ競技を変えるとしたら何にしますか。国境の1万円ぐらいのやつがいいですね。まあ、ラバー貼るときのやり方の動画みたいです。タイめんどくさい。矢田さんと出会ったのはいつぐらいですか。なんか僕の大学の後輩の友達やって、三原がセブンイレブンでなんか見つめてるやつがおるなと思って、キモいやつがおるなと思って、不審者やなと思ったら三原でした。はい。おすすめの補助台ない。好きな卓球選手と高校の時の卓球の成績。好きな卓球選手は陣拓也とファンジェンドです。高校の時の成績は国体に出ました。イエイ。卓球始めたのいつですか。中学校。スポンサーがつくまでいろんな接着剤の広告をやってみた。お願いします。やりますどういう時にネタが思いつくのですか。だいたい原付に乗ってる時。ヌポポンペッペって何か知ってますか。知らないペイペイ今まで使ったことあるラケットは、インナーフォースの ZLC とオフショルフの先祖カーボンとエメラルドと松平健太とフォルティウスバージョン D。次、あと1週間後にダイナスティーカーボンが届きます。三原さんとトイレでしばき合ってください。やばい、漏れる。閉まってるやん。おい漏れる。私は東海オンエアが好きなんですが、バックハンドは何を練習すればいいんですか。バックハンド。表ソフト使ってる人で誰が一番嫌いですか。全人類。おめえもなー。朝ごはんに卵を使うとしたら、目玉焼きかとふっかけご飯どっちにしますか。理由をつけていただければ部活もモチベーション上がると思います。目玉かけご飯です。モノマネがもっと見たいです。モノマネはちょっとネタ切れでちょっとレパートリーがなくなってきてるんで、ちょっと動画見てちょっと勉強していきたいと思います。じゃあ俺も勉強しようかな。佐藤もそっち？あー、すごい。あ、これプライベートないんだ。楓、本当に返すの？そこしかせんやそこしかせん。もっとクロちゃん学べや。ほらサラダは好きですか？これはね、僕のね、高校の後輩からのコメントなんで言いません。ほら三原さんの一発芸が見たいです。三原一発芸行きたいと思います。ちゃん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 埼玉県とりあえず入れてくれ、つつぎでも何でもいいからとりあえず入れてくれ、俺たちは二人で一つ。てなことでね、質問コーナーいかがだったでしょうか。次はね、次またこの動画にまた質問を募集するので何でも答えますので、何でも来てください。じゃあバイバーイ。